皆さんこんにちは、グチフの篠です。今日はね、余ったお餅で作る9品の企画の3品副菜編作っていきたいと思います。この副菜編以外にもおかず編3品とおつまみ編3品もあるのでね、そちらも見てみてください。それでは副菜編スタート。はい、まず1品目はかき玉スープです。お餅はこの2ミリ幅ぐらいに切っていきます。薄くね。はい、じゃあ続けてネギを切ります。ネギは小口切りね。じゃあお湯を沸かして、はい、沸いてきたところに鶏ガラスープの素入れます。火加減は中火で、ここにお醤油とお酒入れて、塩コショウで味を整えていきます。ちょっとね、コショウ強めの方が美味しい。最後にもかけます。そんな横で卵を溶きます。こんなもん。そしたらここにお餅入れていきます。塩ドロドロ入れて、全部入れて、だんだん柔らかくとろみがついてくるので、ちょっと混ぜながらね、優しく混ぜながら火を入れていきます。結構ね、薄く切ったから早く火が通るんですよ。もういいかもしれない。こんな感じにね、ポロンとしてきます。餅を入れて沸騰させた後に卵を溶き入れていきます。卵は箸を伝ってくるくるっと入れて、くるんと入れて、上に上がってきて固まってきたら火を止めて、でここにネギバサッと、少し余熱で火を入れていって、で仕上がりにごま油、はい、ごま油、あと盛り付ければ完成です。続いてだし巻き卵にお餅を入れて作っていきます。まずお餅をレンジ加熱していきます。卵溶いていきます。そしてここにだし汁、お醤油と砂糖、醤油、砂糖、こちらを入れてよくかき混ぜます。はい、そしたら油を引いて、1ずつかな、分けて入れていきます。じゃあまず3分の1、はい、よくかき混ぜて全体の火通りが均一になるようにね、します。はい、じゃあ動かなくなってきたらちょっとこっちにですね、火から少し外して、ここでお餅入れていきます。そしたら火に戻して、弱火で火にかけて、で奥に入れていきます。はい、そして油をもう一回ね、火で
く伸ばしてみて、はい、また半量取っとく。この下にも入れとく。で、これあとぐるぐる巻くだけ。巻けた。そして両面ちゃんと形をね、この指に沿わせて整えて、はい、裏面も焼きます。できます。よし、おいしそう。よし、よし、焼けてます。きれい、すごい。割れながらちゃんと中心に来た。じゃあ続いて副菜3品目、納豆餅。すごい美味しいです。じゃあまずね、お餅をトースターで焼きます。お餅が焼けました。ただね、先に納豆をね混ぜていきたいと思います。付属のタレ、そしてこれだけだとちょっと味が足りないので、お醤油小さじ1、そしてごま油、こちらも同じく入れます。でよく混ぜて、今日はね、食べ応えのあるちょっと大きめの豆の納豆をね選んでいます。で、納豆が混ざってきたら、ここにこの刻んだ青ネギ加えます。ネギもさっと加えていきます。そして先ほど焼いた納豆を熱湯にくぐらせてから、ここに入れます。絡みやすくなるのでね、さっとくぐらせて、トロンとしてきたから、そしてこの納豆のところ水気切ってね、よく、はい、入れる。で、全体をよく絡ませます。おいしそう。盛り付けていきます。そして納豆を乗せてあげて、で、海苔をどさっと、刻み海苔どさっとかけてあげます。はい、完成。こちらで納豆餅の完成です。まずかきたまスープからね。あ、すごい、お餅がとろとろ。鶏ガラスープとすごいよく合います。なんか中華お雑煮とか中華の雑炊とかあると思うんですけど、そんなイメージ。美味しいです。卵のこのふわふわともぴったり。では続いてこちら卵焼きいただきます。うん、あー美味しい。もう出汁の香りがすごいふわっとしてる中に、お餅のもちもちした食感が絶妙に合う。美味しい。かつおだしがまたいいんだろうね。そして最後こちら納豆餅いただきます。私納豆大好きなんですよ。合わないわけがない、このお餅と納豆。ごま油がいいね。これ美味しい。ネギとごま油がすごいいいアクセントになってます。はい、今日はお餅3品副菜編を作りました。この他にもおかず編3品とおつまみ編3品の計9品でお餅アレンジ企画やっています。よかったらそちらを見てみてください。このレシピが美味しそうだな、作ってみたいなと思った方はいいねとチャンネル登録よろしくお願いします。そしてコメント欄で皆さんから作ってほしいもののコメントお待ちしています。こちらにもぜひ書いてみてください。じゃあまたね。